またせたな。なんだって？ありけんのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、ARIKEN。ありけんだ、N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へレッツラッグ。やり合っている。さあデカすぎるミニポーノンで目の前サブマシンガンゴリ押しされてる状況。しっかりと横に一マス開けて、さあカウンター入れていく。88入れたが、こちらも食らってしまった。さあここで張り替えられたら一気に攻め立てられてしまう。さあちょくちょく壁を壊そうと牽制している。さあお互いどちらが先に攻めるか。さあサブマシンガン貫通ダメージもらってしまった。最後のミニポー飲んで、さあもうボックスの中に入ってきている。入ってきてますね。そうですね。エディットして目の前の敵カウンター決めていきたいが、さあサブマシンゴリゴリに来るぞ。さあサブマで、いやうまい。でもいやしっかりカウンター入れてますね。出てくるところにはしっかりショットガン置いてある。さあエディットしてもう一発いいダメージ入れて、お互い白ダメージ。さあ早打ち勝負。勝っていったな、ラッキーボーイ。いやー戦ってないですね。川を登ってアイテム。さあ目の前ヘビースナイパー撃って、さあヘイ朝でダメージ取っていきたい。 FA ダニッシュ。さあ A7 ハブ、なんていうのか、ハブさんかな、ハブかな。さあでもここは中距離の戦い。中さあワンボックス入り込める状況。さあ開けたところをしっかりとダメージ入れて入り込んで、ヘビ朝腰打ち。さあしかし敵も逃げるのうまい。さあお互いカスダメージが続いて、さあ背中をロックオン。さあハブゴリゴリいきますね。いきますね。かなりここはもうだいぶ当ててるんで、アドバンテージしっかり取ってるんで、ここ当てて、まあ、でもちょっと青ポンは仕切りたいですね。青ポンはちょっと非状況ではあると思うから、まあ、飛行はね。さあこれ入れる、目の前にいる。80 37 37、強すぎる。いやー素晴らしい。やるのライニー選手かな、読み方。さあシャムグラールと戦って、目の前開けられたところダメージ与えられたが全然入ってない。さあ敵さんは特殊かな、これは。さあ張り替え勝負、アンチ外なので早めに決着をつけたいところ。さあ3点バーストで追い詰めて、さあここはゴリゴリに攻めていく。張り替えはできずに上から出てきたところ、お互い100ダメージくらい。さあしかしシャムグラル HP がない。バンテージを巻くしかないが、さあギリギリ間に合う。バンテージ巻くのは遅いので、ここは回復しきる前にライニーがシャム。さあワイルドホークの近くにも敵がいる。さあしかしやり合ってはない感じ。他からヘイトをもらっている。さあワイルドホークもできるだけ人がいないとこ選ぼうとしてますね。まあ、右側のやつめちゃくちゃワイルドホークの方向いています。さあラッキーボーイ、先ほど山の上で対決して、さあ勝った男。ああ大丈夫そうですね。ここ3点バーストやったらまあそんな当てないでしょうっていう、うん、さあお互い引いていく。しかしワイルドホークなかなか次のアンチに走ることができない。さあでも後ろこれは気づいてるか、来ますねワンチャン。さあアサトライフルは緑なので、さあまだ大丈夫だが、さあでもアンチが見にくいので気づいてないですね、これワイルドオークには。気づいてないね。いやーただこれそうですね、気づけるとでかい。しかし待ってるのはヘビスナ持ちの、さあメル、えマルタオブエース兵。さあワイルドホークを死体に入れてヘビースナイパー。いやワイルドホークないよね、あれが、資材が。そうですね、20に打った。だからこれちょっと厳しいかな。目の前の敵とは戦いたくない。ヘビースナイパー一発撃たせて、さあここは一気に詰めていく。さあうまい、ここは落としてショットガン入れていきたいが、敵さんもしっかりと建築。さあ上から降ってくるのを倒していきたいが、資材が残り13枚。さあしかもヒットポイント体力バー回復するアイテムがないので、ワイルドホークここは逃げの一手。ワイルドホークどっちに行ったか気づいていない。さあ周りを見るが、さあどこに行ったか分からない。多分ワイルドホークがワンボックスにこもってると思い込んでるから、ちょっとケアしつつ別の敵にヘイト向けつつって感じで。いやーありがてえ、まあ、でもこれはワイルドホークからしたら万事休すやな。そうですね、ワイルドホークしっかり逃げていきましたね。さあしかも丘があるのでこれはバレないでしょう。いいですね。さあヘイトもらわずに、さあみんなに乗じてアンチ移動できている。しかし周りの状況を見ている。さあ目の前の敵も全員屋根の中に入って、今か今かと。
さあ移動始める。ここは100ダメージ。さあエディットできて3。うわさあここは振り向きショットガンで一発で仕留められていったワイルドホーク。これは大きな誤算、圧倒的有利だと思ったがショットガンの可能性が光ってしまった。58枚なので最終アンチまでギリギリた、いや足りないかな、いやギリギリ足りない状況。しかしフロッパームーブができるので資材があるうちにハイグラを取りに行きたい。さあ目の前には ASF マグ。さあちょっとあれには喧嘩売りたくないですね。そうですね。さあここはリザート、まだ今じゃないが上からマグのミシックドラムガンが火を吹いている。さあローグラウンドにいる敵に、うわー差し掛倒していく。うまい、いいよリザート落ち着いて敵を倒して、後ろから来る敵もフロッパームーブで回避していきたいが、さあアンチ内の敵がアサルトライフルを必要以上に撃ってくる。さあしかしリザート回復の多さはピカイチ。ここはフロッパー使ってアンチ内行きたかったが、いやまあ今のはちょっとなしんどかったな。さあ上を取った。さあライレックス下になった状況。さあサブマシンガンを片手に、もうタクショなんてなんかもう使わねえぞみたいな、さあみたいなのが見えるが、さあこれは資材だけどんどん減っていってしまいますね。これはさあお互い上の取り合い、目の前に出てきたところをサブマシンガンでご了承。さあしかし敵さんもしっかりとカウンター決めていった。さあライレックスもお互い回復して、さあここは倒しきるまでさあ追いますね。これはさあ足音が聞こえるのでここはゴリゴリに攻めていく。さあ目の前サブマシンガン、うわーうまい、今のうまいっすね。さあアンチ外であまり戦ってほしくはないが45ダメージ。さあダメージ的にもリザートの方が一歩先を行ってる。さあ有利取ってるでしょう。さあ敵さんも回復してるのでここはサブマシンガンで圧をかけながら、さあ回復を阻止していきたい。いやリザだとショットガン3発しかない。うわ本当だ。さあ緑ポンプ3発、早めに決着つけたい。72ダメージからショットガンもう1発当ててサブマシンガン、うますぎる。しっかり前段当てて HP 削られずに、さあしかも紫タクションにもなって踊っていく。いや絶対そうやわ。さあ6チチが70ダメージ食らって下に戻っていくワイルドホーク。さあでもすっげえ引く。でもはい、うわ C4 持ち、うわここでまさかの、さあイニシエの武器 C4 持ちでした。さあここワイルドホーク上に逃げていきたいが待たれてる。さあここ1か8か飛び出したところワイルドホーク、いやこれはどんまやな。そうっすね。さあ180何ポイントか。さあフィニッシュワイルドホーク、これですね。これ今泣いてうまかった泣いてさんね。さあ目の前フレダーだがリザート、これは HP 白ダメージバレたぞ。さあフレダーさんこれはさあ許してくれずにワンボックス入って、さあリザート、さあうわーおーめっちゃ出したぞダメージ。130ダメージからしっかりラスト待てて、さあすっげー喜んでる瑠璃はな、もうここやからな。そうっすね。さあ倒しに来たぞ瑠璃。うわしかしセコ様しっかりヘッドショット入れて70ダメージ、素晴らしい。建築壊してさあジャンパッド使って逃げていく。さすがにさあそれを瑠璃くんが対空している。アサルトライフル使って対空していくが、ここはさすがに逃げ切る。さあここもめんどくさい、だるがらみされて、さあお互い倒し合ってる。クー VS NSR のなんでもいいんだろう、ちょっと分かんないですけど NSR の選手エリサ、エルサーさんか。さあだがここはクー、おおおおおおマイガーおマイガーおおおおおセコ様どこに行っとんのこれ。これ取りに行くんじゃね、船を。なるほど。いやさあ一番1位に近い男だが、さあムーブメントはすごい、わけがわからないっていうか、なんかしんどそうだらすんねん。ちょっと待って、これ多分、いやでもタイミングが完璧すぎる。ボトガさん完璧や。いやでも狙ってきてる橋の中に入っ、あ見えた、絶対今見えた。どうやる、いや見えた見えた見えた。クーやる、いやでもさすがに、いやわからん。うわだってクーフロッパーロッカーあるもん。さあ上取ってジャンパ使うかな、これは。いやジャンパっすね、ジャンパっすわ。ジャンパ怖い怖い怖い。えうわーセコ様がここで見逃さなかった。 NSR ブリュ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 。さあクレンさんがさあアンチ外から来ているが見られている。
残り 1v1v1 さあ3人残った。さあさあここら辺も上の順位ワンチャン感じだから、いやどうなんやろ。さあでも残り3人、そうですね、だいぶ人減り早かったな。そうですね。さあパンカス Z を倒して、ハイグラからアサルトライフル勝っていった NSR ブーリル。さあ見ていきましょう、ランキングポイント1位セコ様205ポイント、2位のクジャクと7ポイント差をつけて、さあ勝ちですね。クジャクも惜しかったんですけどね、150万円獲得、ね、おめでとうございます。そして2位がクジャク8000ドル80万ですか、80万やな。さあ2位80198ポイント、そして1ポイント差でクジャクに負けてしまったマグ、しかし上がってきましたねマグも。ということで皆さん、来てくださってありがとうございます。ボトカさんもありがとうございました。ありがとうございました。明日、それじゃあここら辺で終わりましょうか。そうやな。それじゃあ皆さん、次はもうフォートナイトはシーズン3かな、多分でかいイベントみたいな、まあちょくちょく大会があるけどシーズン3になって、また新しく競技シーン、トリオか何か来るのかな。こちらもまあ僕頑張って実況とかね、ボトカさんもやっていくので、皆様よろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしておいていいと思います。皆さんまたな。またな。バイバイ。